どうもこんにちは。今回は日本国内におけるテスラの値段設定について最大80万円以上もの大幅値下がりが確認され、特に原材料価格の高騰による断続的な値上がりを出して日本市場で最もおすすめできる電気自動車に急浮上してきたという最新ニュースとともに、2023年おすすめ電気自動車ランキングのアップデートを行っていきたいと思います。まず今回の日本市場におけるテスラに関してですが、2年前である2021年の2月中にも最大150万円レベルでの大幅値下げが実行されたことによって、特にその当時発表されていたテスラ唯一のモデルであるモデル3の販売台数の増加につながったわけであり、ちなみにですが本チャンネルに関してもこの大幅値下げのすぐ直後においてモデル3のスタンダードレンジプラスグレードを購入し、合計で1年以上所有していました。その一方でその大幅値下げによって最安で429万円となった直後からむしろ断続的な値上がりがスタートしたということであり、特に2021年末時点においてはズバリ479万円からのスタートよって、年始の最安時と比較してもエントリーグレードにおいてですら50万円という値上がり幅にまで達してしまっていた。この2021年中の値動きだけでもテスラが大きく値上がりしてしまった印象が強いと思います。しかしながら2022年に突入するとその値上げの動きをさらに加速し、3月中にもエントリーグレードの RWD グレードがズバリ494万円といよいよ大幅値下がりの前の水準にまで値段が戻ってしまいながら、そこからは20万円規模の値上げを複数回実施、ゴールデンウィークが明けた姿にはなんと RWD グレードにおいても579万円からのスタートと、もはや大幅値下げ前と比較しても60万円以上も高額となってしまったということなのです。他方で6月の10日からいよいよ我々日本市場においてもミッドサイズ SUV のモデル Y の注文受付がスタートしたのですが、その値段設定に関してももちろんそのモデル3の値段設定に合わせた形でズバリエントリーグレードの RWD グレードが619万円からのスタートと、さすがにいくら世界で最も人気の高い電気自動車であると言われたところで結局は600万円以上というかなりの高級車となってしまっていたということなのです。しかもさらに悪いことに、実際にモデル Y の受注がスタートしてから1週間ほどが経過した段階でなんとダメ押しの値上げすら断行、モデル3はついに600万円の壁に極めて接近、モデル Y に至っても644万円程度からのスタートと、さすがにこの金額まで跳ね上がってしまったことによって多くの購入検討者たちが一旦テスラ社の購入を断念してしまっていた。そして2022年末に突入した段階でもこの値段設定で高止まりが続いてしまっていたことから、果たしてテスラがいつになったらこの値段設定を引き下げてくれるのか、もしくは今後も値下げすることはないのかについて多くの注目が集まっていたのです。そしてそのような背景において今回新たに明らかになってきたことというのが、テスラが日本市場においてついに待望の値下げを実施してきたということで、特に注目すべきは今回はモデル3とモデル Y に関わらず全てのグレードが同様の値下げを実施してきたことから、現在何よりも販売割合の大きい SUV タイプのモデル Y についても値下げされることになったことから、競合の電動 SUV である日産アリアやアイオニック5の購入を検討していた方はその購入を一旦保留にして再度検討し直す必要性が出てきているということなのです。それでは具体的にその値下げ後の値段設定を詳しく見ていきたいと思いますが、まずはじめにモデル3についてはエントリーグレードである RWD グレードが59万5千円の値下がりによってズバリ537万円からのスタート、次に中間グレードとして日本国内で発売されている最も航続距離の長い EV の一つともなっているロングレンジグレードが70万円の値下げによってズバリ639万円からのスタート、そして最上級グレードとして時速100キロまで加速するのに 3.3 秒という強烈なパフォーマンス性能を有するパフォーマンスグレードが79万円の値下げによってズバリ715万円程度から購入できるようになりました。またモデル Y についてですが、エントリーグレードであり本チャンネル自身も所有していた RWD グレードがなんと64万円も値下げされズバリ580万円程度からのスタート、そして最上級グレードとして本チャンネルが現在所有しながら0100加速が 3.7 秒という俊敏な加速性能を有するパフォーマンスグレードについても今回最も大きな値下げ幅である82万円以上の値下げによってズバリ751万円程度から購入できるようになりました。そしてこちらの2021年の初めから2023年にかけてのテスラ社の各グレードの値段設定の変遷を示したグラフを見ていただくと、まずモデル3中でも RWD とロングレンジについては確かに最低水準の値段設定よりかはまだまだ高額であるものの、ロングレンジに関してはもはや大幅値下げ前
前の値段設定の水準を下回ることに成功。さらに RWD グレードに関しても大幅値下がり前よりもわずかに高額ながら、その際の航続距離というのは欧州市場で一般的に採用されていた欧州 WTC モードにおいてたったの448キロ。しかしながら現時点の RWD グレードの航続距離は欧州 WTC モードにおいてズバリ510キロとスペックが大きく向上している。したがってそのスペック向上分を踏まえれば、やはり大幅値下げ前の水準よりも割安に購入することができるということなのです。さらにモデル Y に関してはなんと発売をスタートして現時点が最も安く購入可能になったということから、まさにモデル Y の購入を検討していた方にとっては間違いなく買い時が来ている状況。なんといっても RWD グレードが580万円からということから、現在販売停止となってしまっている日産アリアのエントリーグレード B6 の539万円と比較してもかなり接近してきている状況。もちろんアリア B6 よりも航続距離は長く充電性能も高い全国各地に設置されているスーパーチャージャーを利用可能なことから、長距離移動の効率性という観点でも2枚以上上手。さらには韓国ヒョンデの発売している IONIQ 5のラウンジグレードの549万円と比較してみても全く同様に値段設定という観点で遜色がなくなってきている状況。確かにバッテリー容量という観点では IONIQ 5の方が容量を積むことができているものの、本チャンネルが検証した航続距離テストの結果を見てみれば IONIQ 5のラウンジグレードとモデル Y RWD グレードの航続距離はほとんど同じであるということ、そして日産リアと全く同様に急速充電ネットワークの脆弱さによる長距離移動の利便性の低さも相まって2023年おすすめの電気商社 SUV ランキングが大きくモデル Y に傾いている状況ということなのです。さらにこのアリアやアイオニック5以外にもまさにモデル Y とガチンコの競合車種であるアウディの Q4 イートロンだったりフォルクスワーゲンの ID4 並びに BMW の iX3 などというドイツメーカー勢の電動 SUV と比較してみても、 Q4 はエントリーグレードで620万円からのスタート。もちろんモデル Y と比較するためにまともな装備品を追加すれば700万円台が見えてきてしまうということ。さらに ID4 についてもこのモデル Y RWD と同等レベルの航続距離を達成するロングレンジモデルと比較してしまうと、その値段設定はやはり650万円オーバーとなってしまう。このように比較検討してしまうと、確かに640万円オーバーの時代であれば競合を検討する価値があったかもしれませんが、今回の大幅値下げによって残念ながら EV 性能という観点をトッププライオリティに据えると競合の電動 SUV ではコストパフォーマンスで勝負になっていない状況。現在日本国内で最もおすすめの電動 SUV はモデル Y 一択となってしまったということなのです。しかもモデル3に関してですが、 RWD グレードであればズバリ537万円から購入できるようになってしまったわけですが、それでは同じようなバッテリー容量を搭載していることで比較されがちな日産リーフの値段設定と比較してみると、実は現在日産リーフ E プラスを購入するとなるとなんと525万円からのスタートとなってしまう状況。もし仮にモデル3と比較検討するのであれば、オプション内容が充実している G グレードと比較するべきですが、そのお値段ズバリ583万円オーバーと、もはやモデル3よりも高くなってしまっているというまさかの逆転現象すら発生してしまった。こちらはすでに過去にも取り上げた通りですが、日産リーフについては最大100万円以上の大幅値上げを断行してしまっていた。つまり日産に関しては原材料価格の高騰などを理由として大幅な値上げを行ってしまっていた一方で、テスラについてはむしろその値段設定を大幅に引き下げてきた。この日産をはじめとする既存メーカーとテスラの値段調整の逆転現象からもテスラの値下げがいかに特殊なケースであるのかを理解することができると思います。ちなみにですが、今回のテスラ社の大幅値下げを受けて2023年に発売される新型 EV たちの補助金を含めた値段設定のグラフを更新してみると、この通りモデル 3RWD については実質400万円台後半から購入できてしまうことによって、それこそリーフ E プラスをはじめとして ID4 のエントリーグレードなどと同等の値段設定を達成。なんといってもその EPS サイクルベースの航続距離でいけばこの通り438キロと極めて実用的なスペックを達成しながら、ガラスルーフ、15インチのタッチスクリーン、全ての席のシートヒーター、ハンドルヒーター、ヒートポンプなどなど標準装備内容が充実していることによって400万円台で購入できる EV としてはコスパ最強の一台に躍り出てきた
ということなのです。そして先ほど比較したモデル Y についても、特に個人的にはパフォーマンスグレードに関してもなんと600万円台から購入できるようになったわけですし、特に日産アリアについては販売を再開した段階でリーフと同様に100万円程度の値上げは必至でしょうから、日産アリア B9 e-force よりも補助金を含めても安価に購入できてしまうことになりそう。またモデル Y パフォーマンスに関しては航続距離テストの結果が想定以上の出来だったことから、おそらく夏場における EPA 航続距離480キロは達成可能、冬場においてもスタッドレスタイヤ装着で400キロ大きく超える航続距離を達成することができたということ。何よりもこの EPA 航続距離のグラフを見ていただいてもお分かりの通り、2023年においてもモデル Y を超える航続距離を達成する電動 SUV は高級車の BMW iX あたりしか見当たらないということ。なんといってもこのモデル Y とモデル3は現在注文しても遅くとも3月中には納車されてしまうという爆速のタイムラインであることによって、 EV 性能とコスパの高さ、そして納期の速さというあらゆる側面から極めておすすめできる電気自動車であるということですね。このようにしてついに長らく待望されていたテスラ社の値下げが突如として実行されたことによって、モデル3であれば補助金を含めて400万円台後半程度からのスタート、さらにモデル Y においてもズバリ520万円程度からのスタートと非常に割安になったわけですし、なんといっても現在電気商社を購入しようとして競合車種と比較検討すればするほど、やはりテスラ社のコスパが際立ってしまう状況、これらの点からも2023年においてファーストカーとして電気商社を購入するのであれば、現状モデル3およびモデル Y 一択であると結論付けることができそう。他方で競合の電気商社に関しては今後追加で値上げが実施される可能性もあることから、いずれにしてももうすぐに購入を決断してしまうのがベター。なんといってもテスラの場合、仮に現在発注をかけてしまい悩んだ結果注文をキャンセルするといっても、注文料の1万5000円しか損をしないということから、とりあえず納期の速さという観点からもすぐにでもポチってしまって、ポチってから詳しいことを考えたとしても今回の値下げ分を鑑みれば特に損したうちには入らないという、このポジティブシンキングを活用しながら2023年の電気商社購入を検討するのがいい。いずれにしても本チャンネルにおける2023年のおすすめ EV ランキングトップ3はテスラモデル3、モデル Y、 そして BYD ドルフィンで確定したということですね。電気自動車購入、いってらっしゃい。